So, nächste Geschichte. Die Geschichte von Kakashi. Machen wir das. ここまでだね、オビト。くそいい作戦だよ。オビト、虹の方向。お、カトン、豪華級の術。うん、もう少しだったね。そんな、先生いつの間に。チッ、また失敗かよ。成長したね、二人とも。それにチームワークをよく分かってる。さて、あとは。このタイミングで。カカシ。先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい？いえ、先生相手に二人を守りながら戦うのはきついんで。だから二人がやられるのを待っていたか。よし。何？やるね。けどそれじゃ俺に勝てないよ。まだまだ。影分身。未完成だがこれで決める。言ったろ、俺には勝てないって。カカシ、君の負けだよ。そんな、なんて速さなんだ。あの時。実力はすでに常人クラス。あれを仕掛けてなかったら勝負は分からなかった。だが、今の君は。もう少しだったのに。もう少しか。もう少し。あの頃の俺はもう少しで先生に認められ、そしてもう少しで本物の忍びになれると思っていた。だがあの頃の俺は忍びについて何一つ分かっていなかった。俺はまだ子供だった。うん。力には自信があった。同年代、いや、たとえ自分より経験が上の忍びであっても負けない自信があった。まさに慢心に溺れていた頃だった。そんな俺に対し、いつも突っかかってきたのは、オビト、お前だったな。あの演習の時も、いつもと同じように。うん。
前は忍びにとって大切なものを分かってねえ。忍びとして全く実力のないお前にだけは言われたくないね。だと？ま、軽くひねってやるよ。Tja, der junge Kakashi. Interessant. Können wir jetzt auch spielen? Und plus 30, ja, wirklich. Okay. Interessant. Und das beherrscht er jetzt schon, okay. Interessant. So. Na wirklich. Shit. So, nimm das. Bisschen Luft verschaffen. Shit. Nicht gut. So, nimm das. Gut. Schön. So. Und tschüss. Gut. Ja, das hätten wir. Ertrink schön.ウチハ一族ってのはこんなに弱いものなのか、オビト。じゃあ。ナイス、トイレ、やべくれ、ナイス。当時の。俺とオビトの実力には大きな差があった。オビトは負け惜しみの言葉を投げかけてきたが、俺は気にも留めず視線を湊先生に向けた。もちろん次の相手として先生と手合わせしてもらうためだ。だが今考えると、決まってそういう時の先生の目は寂しげな感情を含んでいた。先生はもう分かっていたのだろう、俺に足りないものが。じゃあ先生、今日こそあなたを倒してみせます。忍び一人でできることなどたかが知れている。カカシ、何でも一人でやろうとしてもダメだよ。でも強さは忍びにとって必要なことだから、俺はやりますよ。Okay, es wird ein Spaß gegen ihn. Oh shit. Dann noch das hier wird mich verarschen. Er ist so schon stark genug. Okay.So. Komm her. Warum das denn? Mann. Autsch, das tut doch weh. Schön. So.Gott. Was soll ich gerade tun? So. Naja. Ist nicht leicht. Ohne das. Nicht. Schade. Nee, das machst du nicht.Verdammt!
war nicht schnell genug. No, 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 no. Okay, das war nicht gut. So. Gott. Huiuiui. Yatta! Sensei ni kasu koto ga dekita. Na, sehen wir gleich, ob er wirklich gewonnen hat. Ich bezweifle es. So, schön. Wir können ihn jetzt benutzen. この時の演習は俺の勝利で終わった。先生が本気を出していないことは分かっていた。が、それでも少しは成長したと俺は感じた。だが、そんな俺を見て、やはり先生は寂しげな表情を見せた。あの瞳の意味が何だったのか。忍びにとって、俺にとって必要なものとは何だったのか。ようやく俺がそれに気づいたのは、これより少し時間が経ってからだった。チームワーク。はあ。Das ist es also, okay? あの時の俺に足りなかったものだ。オビト。お前が命をかけて教えてくれたものだ。Was? 代償はあまりにも大きかった。だが、お前から譲り受けた意志は今も生きているよ。俺の中にも、そしてあいつらの中にもな。もっともあいつらもすぐに理解したわけではない。俺の班に入った直後は本当にひどかった。特にナルトとサスケの二人、あいつらはチームワークという言葉にほど遠い関係だった。あの頃の俺と同じだ。だからこそ俺は先生のように手合わせを通し、忍びにとって大切なものを教えることにした。ナルトたちなら、俺は二人が秘める可能性を信じていた。足引っ張るんじゃねえってばよ、サスケ。それはお前だ、ウスラトンカチ。Interessantes Gesicht. Gesichtsausdruck. Ja, das passt zu ihm. さて、どれほどのものか見せてもらおうか。Zeig mal her. Okay. Tja, Kakashi ist jetzt erwachsen. Mehr oder weniger. Plus 50, das passt nicht zu denen. Was ist das für ein Scheiß hier? Gut. So, nimm das. Du, nicht. So. Jetzt können wir loslegen hier. So. Gut. So, nimm das. Okay. Jetzt muss ich zurückgehen. So, und tschüss. Besiegt. Nice.
じゃあ。ま、ここまでできれば9大点か。なんかあるぞ。OK。ドゥ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 。Schön. Aha. Wirklich. Oh.下忍になりたての身で、俺相手にここまで戦えれば上出来だ。そもそも今回の目的は、俺に勝つことではない。チームワークの大切さを、あいつらが分かってくれれば成功だった。So wie es gelernt hat. Schön. 結果としては、ま、上々と言っていいだろう。Das ist ein schönes Bild.Genauso wie man bestehen. Als Dank mit diesem Bild. 俺の伝えたいことを、あいつらはあいつらなりに理解してくれたようだ。だが、ことのすべては、俺の望み通りにはいかなかった。兄、イタチへの復讐に囚われたサスケは、ナルトとタモトを分かち、そして、木の葉を去っていった。サスケが抜けた後、ナルトはジライア様に、そしてサクラは五代目に指示し、それぞれが新しい道を進み始めた。互いに目的を見据えての行動だ。それは分かっている。だからこそ3年ぶりにナルトが帰ってきたときに2人を試さなければならなかった。成長の確認もそうだが、過去に比べ今のチームワークがどうなのか、それをどうしても確かめたかった。よし、やってやろうぜ、さくらちゃん。カカシ先生、行きます。まあ、見せてもらおうか、二人の成長を。Na gut, machen wir diesen Kampf mal wieder. Zum, keine Ahnung, wie vielten Mal. Ja, wie gesagt, ist nur eine kurze Zusammenfassung. Plus 70. Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll das denn hier? Okay. Ja, warum hat er das hier noch? Warum kein Chidori? Ne, lass das mal. So. Und tschüss. Gut. Was? Was war das denn? Ne.Vergiss es mal ganz. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Habt ihr was gehört? Nee. Kann nicht sein. Wirklich. So. So. Nicht.Was? Was war das denn? Gott. Okay. So. Nice. なるほどね。こいつらの心は。や、was sind sie? Probier doch weiter. Warum müssen sie es immer so spannend machen? Nur das Geld, nice. まったく。こいつらは簡単に俺の想像を超える。
うん、その成長ぶりもそうだが、何より二人の心が俺を驚かせた。二人の心、それはチームワークの心。時が経ってもナルトとサクラの二人にはしっかり刻まれていた。皆から受け継いだもの、それは間違いなく次の世代に受け継がれている。もはや二人は本物の忍びと呼んでもいい。俺の周りにはまっすぐに育った忍びがいる。それが何より嬉しかった。真的。チームワーク、仲間とのつながり、オビト、リン、そして先生、三人が教えてくれたかけがえのないものだ。そしてそれは、今はあいつらの心にしっかりと伝わってるよ。次はあいつらが、皆から伝えられたものを次の世代に伝えていく。次の世代は、もう目の前だ。俺も、そろそろ。あ、いたいた。ん？おい、加賀先生。新しい任務があるって、綱田様がお呼びです。早く行こうぜ。ああ、今行く。でもまあ、もう少しだけ見守っていないとな。また、来るよ。加賀先生ってば、何やってたんだよ。ああ、まあ、なんというか。どうせまたぼーっとしてただけなんでしょ。いやいや、人生という道に迷っちゃってね、ついつい物思いにふけてた。ああ、はいはい。新しい任務ってば楽しみだな。ね、さくらちゃん。あんたそればっかりね。まあね。Okay. Aha. Schön. Das war die Geschichte. Ein bisschen kurz, aber was soll's. Naja. War interessant. Ja, gut.